こんばんはしちょい。夢銀行総裁島田純之介、教育王なる男です。島田純之介のトーク番組夢トーク、今日でボリューム14です。はい、ですね、皆様大変お久しぶりです。今日で14回目を数えるんですけど、前回の配信がですね5月の末なんですよ。ということで6、7、8、9、10と約5ヶ月ぶりの配信でございます。はい、その間もう完全なる言い訳ですけど、仕事がちょっと忙しくてバタバタしてまして、配信できていませんでした。その間ね、もしも楽しみに待っていてくれてる方がいたとしたら、大変失礼しました。まあ主にね、 K さんからね、夢トークまだって、もうこの5ヶ月ずっとコメント欄に、あらゆるコメント欄に夢トークまだってずっと K さんから投稿がありましたけど、本当に待ってくれてしてありがとうございます。はい、今日なんですけども、久しぶりに、配信するには理由がありまして、今日皆さんにこの Facebook ライブ配信夢トークを通してお伝えしたい重大発表があります。はい、何かと言いますと、それはこの度地球夢みこしを作ることになりました。はい、何のこっちゃと思うと思うんですけど、ですね、結論、地球の形のおみこしを作ることになったんですよ。ね、何のこっちゃわからないと思うんで、その経緯をちょっと今日はお伝えしようっていうことです。ですね、地球のおみこしを作るなんて偏僻な話になった理由、きっかけがですね、先月末、9月30日ですね。もう1ヶ月も経つんだ。9月30日に、また来ましたよ。純之介、とあるビジョンを見たんですね。で、余談ですけど、俺って結構ビジョン見るときってシャワー浴びてるときが多いんですね。人によってはね、運転してるときとか散歩してるときっていう人いると思うんですけど、俺の場合は、シャワーを浴びてるときによくビジョン見ます。で、9月30日も、シャワー浴びてたんですよ。で、その時に意識がスッと一瞬飛んじゃって、ビジョンを見たわけですよ。で、その時のビジョンがですね、すごくはっきり見えたんですけど、地球って一周だいたい4万キロあるんですね。その地球一周4万キロをね、全人類、人種も国境も障害者も健常者も LGBT とか関係なく、全人類でみんなで手をつないで輪を作って地球を囲んでたんですよ。手をつないで。で、それがあまりにも美しくて、で、俺口では普段からね、地球をみんなで手つないで輪作るんだとか口では言ってるんですけど、ビジョンではっきり見るのが初めてだったんで、それは感動したんですね。で、その地球を手をつないで輪を作って囲んでる映像を見たときに、宇宙から俺は見下ろしてる視点だったんです。で、宇宙からその地球を見たときにね、みんなが手つないで囲ってるのは、なんかまるで地球をみんなでこうやってハグして囲ってるように見えたんですよ。地球をなんかみんなでハグしてるように見えて、で、その時にはっきりと声が聞こえたんです。なんていう声が聞こえたかっていうと、ラブジアースって聞こえたんですよ。地球を愛そうです。そのみんなが手をつないで輪を作ってる時に、地球をみんながハグして、なんか地球を愛してるように見えたんですね。うわー、めっちゃ素敵なメッセージだなと思って、パッて目を覚ますというか、なんか我に返るわけです。うわ、めっちゃ感動したって思って。で、俺は、なんとかして、とんでもない光景を再現したいなって思って。でも、頭で考えたときに、やっぱり地球って海があるから、みんなで手つないで輪を作るの難しいわけですよ。海の上に全部なんか、橋をね、作ったらできるかもしれないですけど、そんなのちょっとキリがないんで、いや、現実世界でなんとか再現したいけど、どうしたらいいんだろうなって思ったわけです。で、その時に、そうだって思ってひらめいたわけです。それが地球の形をしたおみこしを作って、そのおみこしの周りをみんなで手つないで輪を作って囲んだら、
あの見たビジョンに限りなく近い光景ができるんじゃないかと思って。はい。でね、まあ俺たちって今まで富士山のおみこし、まあ知らない人もいるかもしれませんけど、俺たちは富士夢祭りっていうお祭りをね、一生懸命何年間もやってきて、富士山の形のおみこしを作って、それを担いで日本中旅しながら夢集めながら、歩いてきたわけです。まあその中でね、みこしのスーパースター生まれましたね。森美希夫だったりとか、中山香織だったりとか、萬崎健平とか、まあそういうみこし界のスーパースターが、何人も現れたと思うんですけど、まあそんな感じで富士山のみこしを担いでワッショイワッショイしてたわけです。でもね、言うても富士山ってやっぱ日本のものじゃないですか。ね、日本のものだから日本人は笑顔になって、でももちろん世界の人もね、富士山知らない人はあんまいませんから、みんな笑顔になってくれるんだけど、今回この地球型のおみこしを作ろうってなった時に、地球のことって嫌いな人見たことないんですよ。みんな地球好きでしょ。地球嫌いな人見たことあります？俺はその地球型のおみこしを作りたいなって思ったわけです。で、それを作った時に、ね、その地球の形のおみこし、パカって中が開いてさ、書いてもらった夢とかを入れるようにして、で、リヤカーに乗せて、それを引いて歩いてさ、でそしたら、富士山のおみこしの時よりももっともっと笑顔になってくれて、もっともっと楽しんでくれて、もっともっと夢が集まるんじゃないかなって思ったんです。でその地球夢みこしっていうのを真ん中に置いてみんなで手つないで輪を作って囲んだら、みんなが地球のことを宇宙から見下ろす視点を持てるわけじゃないですか。今まで人類っていうのは地球から宇宙を見上げるしかなかったわけですよ。でもそれがみんな宇宙から地球を見下ろす視点を持った時に、俺たちも大いなる宇宙の一部だってことを思い出すだろうし、地球の美しさにも気づくだろうし、あのガガーリンが言ったあのセリフを誰もが言えるようになるわけですよ。地球は青かった。ね。そうなった時に、なんかそのみんなが宇宙の視点を持った時、別に言葉とかそんなもんなくても、なんかみんなの心の扉が開いてくるんじゃないかなって思ったんです。そしてみんなで手つないで輪を作って囲って、ラブジアースって言ってその地球のおみこしをハグする、そのビジョンを叶えようって思ったわけです。はい。で、まあ、俺富士山の形のおみこしは作ったことあるけど、球体のおみこしって作ったことないから、どうしようと思って。で、あの富士山のおみこしは発泡スチロールで作ってあるんですよ。まあ、で、もともとはね、被災地に、震災が起きた、311の震災が起きた直後に、被災地に行った時に、子供たちにね、今何が一番欲しいって聞いたら、ある子が、色が欲しいって言ったそうです。カラーの、ね、色ですね。赤、青、緑とかね。で、要は、なんでそんなこと言ったかっていうと、震災によって建物とかが全部崩れちゃって、全部灰色になっちゃった。だから、色が欲しいって言ったんですって。で、その言葉に感動して、だったら、この灰色になっちゃった瓦礫の断熱材を使って、断熱材を使って、カラフルな富士山の形のおみこしを作ろうってとこから、あのおみこしって始まってるんですよ。うん。まあ、それはちょっと余談でしたけど、なんでね、発泡スチロールで今度地球型を作ろうって思ったんですよね。でも、あんな綺麗な球体にするの難しいじゃないですか。それでダメ元で調べてみたわけですよ。丸いでっかい発泡スチロールがあるかどうか。そしたら、あるんですよね。まあ、日本ってものが豊かですよ。で、こんな感じで実は、調べたら、アマゾンで見つかったんですよ。見えます？はい。この綺麗な球体。ただね、見て。この金額にご注目。見える？ 65,550 円。約7万円するんですよ。そんな高いおみこし見たことあります？そんな高い発泡スチロール見たことある？発泡スチロールなんてそこらのスーパーでもらえるでしょ。なんと7万円のこの発泡スチロールを見つけたわけです。で、高えなーって思って。でも俺、地球夢みこし作ったらみんなが笑顔になるし、絶対面白いことになるから作りたいなと思って。で、いろいろ調べて、リヤカーは3万円ぐらいするんですよね。あとはおみこしの担ぐための土台、ワッショイワッショイって担ぐための土台とかも、大工さんとかね、にお願いしたりとか、材料費とか入れて、塗装のスプレー代とかね、いろいろ入れて計算したら、だいたい16万円ぐらいで予算が立ったんですよ。地球夢みこしの予算16万ですよ。高えーと思って。でももう、やらなきゃ、感動したし、やらなきゃ何も始まんないと思って、
めちゃくちゃ勇気出しましたよ。勇気出して、先週、この球体のおみこしを、おみこしじゃねえ、発泡スチロールを買ったんですよ。で、なんと2日前に、うちに無事に届きました。たけー !7 万円の発泡スチロール初めて見たよ。まず超でかいのね、段ボールが。1メーター30センチあるの。しかも真ん中パカって割れて開くようになってるわけ。で、その、もうまず家に入んないから、外で段ボール解体して、で、めちゃくちゃでかいんだよね。まあ、軽いけどさ、めちゃくちゃでかくて。で、それなんとか家の中に運んできて、今は無事に家の中に置いてあるんですけど、こんな感じ、見えるかな?めちゃくちゃでかかった。これ、ママチャリの上に、ね、乗っかってるんだけど、めちゃくちゃでかい。で、開けて今こんな感じで、隣の部屋に置いてあります。マジでかいよね。そしてマジ高え。そんな感じで、地球夢みこしというおみこしを作ることにしました。でね、とりあえず、もう実費で16万円、大赤字覚悟で、もう買うことを決めて、まず発泡スチロール買ったんですけど、なんか俺は、せっかくなら、みんなで作りたいなと思って。この地球夢みこしは、俺一人の力で生み出すんじゃなくて、なんかみんなの力を使って作りたいなってすごく思ったんです。今世界は新型コロナウイルスの蔓延により、未曽有の危機に瀕しているわけですよ。俺でもわかりますよ。バカな俺でもわかります、どれだけ世界のみんなが苦しんでいるか、落ち込んじゃっているかっていうのがすごく伝わってきてます。なんでね、こんな時代だからこそ、こんなご時世だからこそ、バカバカしいことを大真面目にやっていくことがめちゃくちゃ大事だなと思ってます。みんなが思わずどんなに落ち込んでても、どんなに暗い気持ちになってても、思わず笑っちゃうようなバカバカしい遊びが必要なんじゃないかなと思ってます。だから俺は大げさじゃなくて、この地球夢みこしが、全人類の心の扉を開く、みんなをポッと明るく笑顔にしちゃう、世界を明るくパッて照らしちゃうような、ハッピーニュースを作れるアイテムだって信じてます。だから俺は、全力でこの地球夢みこしを生み出したいなって思ってます。そしてね、そのおみこしをリヤカーに乗せて引いてさ、某森美希夫とかさ、香織さんとかさ、ケンペイみたいに日本中歩きながら、世界中歩きながら、地球中の夢を集めて、みんなを元気にしていきたいなって、心の扉開いていきたいなって、そしてみんなと手をつなぎたいなって思ってます。この地球夢みこしの制作にかかる約16万円、これをね、俺一人でやっちゃうんじゃなくて、みんなから一口1000円ずつでみんなから元気玉のようにして集めたいなって思ったんです。そしてこうやってみんなから集まってきた元気玉で地球夢みこしを作って、その特大の地球型の元気玉で新型コロナウイルスをやっつけちゃいたいなって、思ってます。なんで、この思いに共感してくれる人、そのおみこし作り関わりたいよっていう人、地球を描くとき一緒に描きたいよとか、何か準備手伝いたいとか、あとは完成したおみこしを一緒に引いて日本中歩きたい、世界中歩きたい、夢集めたい、っていう人、お、また順之助が面白そうなことやってるからちょっと応援してやるかっていう人、ぜひ、元気玉みんなから集めたいなって思ってるので、この後ね、コメント欄に元気玉の送り先を、載せておくので、もしこの動画を見てね、ちょっとでも心が動いた、共感した、一緒に遊びたいって思ってくれた人、ぜひとも、オラに元気を分けてくれ、お願いします。はい、まあブワーって喋っちゃいましたけど、そんな感じでまた順之助がバカバカしいことを大真面目に、やり始めます。はい、でね、完成はね、来年の2月までを目指してます。っていうのもね、この地球夢みこしを、使っていろんなお祭りに参加したいなと思ってるんですね。そのまず第1弾としてあるのが2022年2月22日にある1万人いやさかっていうお祭りなんですよ。ご存知ですかね。まあ俺の魂の同志である山田翔平さんが主催者なんですけど、彼が作ったね、いやさかラッショイっていう曲を1万人で輪を作って、踊り狂いながらやるお祭りです。そのお祭りの中心に地球夢みこしを据えたいなって思っていて、その2月までに完成を目指しています。
あとは来年9月11日にある、木村のり子が主催しているイマジンフェス。イマジンフェスっていう、お祭りにも、地球犬みこしを引いて参加したいなって思ってます。やっぱお祭りといったらみこしがないと。ってことで、みんなのね、元気玉から、この地球犬みこしを生み出して、みんなで、ね、面白いこと、みんなが明るくなっちゃうようなこと、バカバカしいことを本気でやっていきたいなって、こんなご時世だからこそ、一緒に遊んでいきたいなと思ってます。って言いながら、めちゃくちゃ不安です、ぶっちゃけ。16万円叩いて、ちゃんとみんなから応援してもらえるかなとか、元気玉集まるかなとか、いつもね、自信満々に夢を語ってるようで、正直いつも本当はずっと怖いんです。みんなから応援してもらえるかなとかね、こんなの自己満なんじゃないかなとか、うん。でも俺は本当に、夢を集めることで、バカバカしいことをね、本気でやっていくことで、みんなが笑顔になって開いていくって本当に信じてます。うん。もっともっと多くの人の夢を聞きたいし、夢でね、もっと多くの命を救いたいなって、笑顔にしたいなって、心から思ってます。なんで、そのためのめちゃくちゃキーアイテム、地球夢みこしを、ぜひ、この動画を見てくれてる皆さんの元気玉で、集めて作りたいなって思ってます。一口1000円で集めていこうと思っています。はい。そんな感じです。今日はね、この地球夢みこしについて、分かち合いたいなと思って、急遽5ヶ月ぶりの夢トークを配信しております。コメント来てるかな？全然語りに夢中で見てなかった。あ、サトシさんがコメントくれてるかな？わ、めっちゃ嬉しい。あ、めぐみさん。伊藤めぐみさん。失礼しました。とんでもないみこしハンターがもう一人いましたよ。伊藤めぐみさん、ありがとうございます。そう、地球型のみこしを作ることにしたのよ、めぐみさん。あなたとも一緒にぜひ作りたいです。わあ、めぐみさん、元気玉送りますって、ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。本当に嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいです。いや、実は、めぐみさん、ありがとうございます。あとでね、コメント欄に、元気玉の送り先を載せとくので、ぜひよろしくお願いします。いや、本当にね、この数日、たった数日だけでも、全国各地のいろんな方から元気玉を送りたいですっていうことで、早速もう振り込みをいただいていて、今日現在で1万円以上の元気玉がもうすでに集まっています。本当に、元気玉を送ってくれた方々、本当にありがとうございます。いや、本当に嬉しいです。全国のいろんな方がわざわざご連絡くれて、今もうすでに1万円以上の元気玉が集まっています。1万2000円だ。今1万2000円もの元気玉がすでに集まっています。うん。今回この地球夢みこしにかかる費用は約16万円です。ぜひみんな、愛ある元気玉を引き続きお待ちしております。送ってくれた人、これいいかな？スペシャルサンクス。いいよな？こんな別に全世界に流れてる映像じゃないしな。あいうえお順に発表させてください。現時点で地球夢みこしに元気玉を送ってくれてる人は、まず、池田遥か。遥か、ありがとうございます。そして、小川忠彦さん。忠彦さん、ありがとうございます。熊川明美さん。明美さん、ありがとうございます。佐藤忠さん。忠さん、ありがとうございます。忠さんはまだお会いしたことないんですよ。あとは、田辺正綱さん。正綱さん、ありがとうございます。そして、村井正史さん。正史さんも、ありがとうございます。そして、森千奈美。千奈美と美希夫さんとの配信がきっかけで、地球夢祭りをね、発表させてもらったので、ちなみに本当にありがとうございます。あとは、横井のり子さん。のり子さんも本当にありがとうございます。といった風に、たった数日ですが、もうすでに、地球夢みこしの誕生のために、元気玉が、集まっています。本当に皆さんありがとうございます。もう早く、地球夢みこし作りたいです。でね、もう思い立ったらすぐ行動しちゃったんで、全くのノープランなんですよ。地球をね、描いてくれる人もまだ決まってないし、あとは土台のね、わっしょいわっしょいって担ぐ部分
を作ってもらう大工さんも決まってないし、リアカーもね、買うよりも、もしかしたらリアカー使っ、あるけど使ってないよって人いたら、それをぜひ貸してほしいなと思ったりとか。なんか俺、いつも夢とかね、ビジョンとか思いつくはいいんだけど、何の計画性もないから。ぜひみんな何かアイデアがある人、コメント欄に教えてくれたりとか、力を貸してくれたら嬉しいです。はい。みんなでやりたいです。それが俺の夢です。こんな感じでね、じゃーん。悟空が地球の元気玉を。まあ俺は悟空じゃないけどさ、こうやってさ、みんなで集めた元気玉、地球夢みこしを使って、新型コロナウイルスをやっつけちゃいたいなって、みんなを笑顔にして、なんか面白いことしていきたいなって考えてます。はい。そんなところです。まあなんかバーって喋っちゃって、久しぶりの配信で緊張してて、ちゃんと思いを伝えられてるかわかりませんけど。はい。そんな感じです。はい。いやありがたいね。今も2人の方が見てくれてて。あとでね、アーカイブに残るんで、ぜひ、後からでも見てくれたら嬉しいです。この後、元気玉の送り先はコメント欄に載せさせていただくので、要チェックしてみてください。なんかエネルギー使ったな。はい。じゃあ、そんな感じで今日はこの辺にしておきましょうか。エンディングに入ります。はい、夢トーク、ほんと久しぶり、5ヶ月ぶりぐらいに配信したんですけど、やっぱりね、この間に再開してほしいとか、最近やってないけどどうしたのとか、心配の声がいっぱい届いたので、可能な限りこれから毎週木曜日夜9時から、少しずつでも配信していきたいなって思ってます。そして地球夢みこしのね、模様もね、随時、夢トークで、共有していければなと思っています。はい、この夢トークは3つのものを募集しています。まずはゲストです。こんな俺と対談してもいいよって言ってくれる人、ぜひ Facebook でオンライン上で対談をしましょう。そしてもう一つは質問です。淳之介に聞きたいあんなことやこんなこと。NG なんもないんで何でもぜひ聞いてください。そして3つ目はトークテーマ。このおしゃべり草野郎の島田淳之介に喋ってほしいこと、のテーマとかをくれたらそれについて喋らせてもらうんで、ぜひこの3つ募集してます。はい、まあ次回予告、まあ次回ちゃんとやれるかどうかもわかりませんけど、まあ地球夢みこしの、近況をまた報告できたらいいかなと思っています。はい、ということで、来週、もしあったら、来週もまた見てくださいね。じゃんけんぽん！うふふふふふ。